オープンキャンパスうまくいくといいですね。君たちってなんでこの大学選んだの？そうっすね、ちょっとそういうの聞かせてよ。あ、はい。では来年度本学オープンキャンパスに向けての会議を行いたいと思います。今日は在学生の2人にも参加してもらいます。え、動物？骨？では皆さん、オープンキャンパスで本学の魅力をどう伝えるかと。大学も個性の時代っしょ。うち個性はめっちゃあるじゃん。全てをありのままにさらけ出すっしょ。ちょ、あんたらが前に出るといるもの感半端ない。え、とにかくこの大学に来たいって思ってもらえればいいんしょ。じゃあひたすらこびるしゃ。こびますや犬うっせえ。学校や学部の紹介、体験授業の充実にさらに力を入れて。学食いや。そんな表面的な話じゃない。じゃあなんすか。もっと骨格、背骨の話だよ。明るい未来が感じられる感じ。どういうこと？おい、なんだよ、ほら寝るなよ。明るい未来を感じられるオープンキャンパスって何？学生様の会社ですから、とにかくちょっと電子だから黙ってもらってくださいオープンキャンパスっすよね。僕が高校生の時、やっぱ興味ある学校のホームページとかガイドブックとかはめちゃくちゃ見てて、めちゃ気になったらオープンキャンパス行く感じで。わかる、私も何個か行った。で、なんでこの大学選んだの？なんかうまく言えないんですけど、あ、ここいいかもって、この学校に通う自分の姿がリアルに想像できたっていうか。在学生の先輩たちのようになりたいって思ったし、この大学独特の雰囲気みたいな。んだよ、そのふわっとした理由。愛だね。は、何それ。この大学の魅力、愛。いや、愛で大学選ばないっしょ。選ぶわよ。今の若者の愛を従うことは愛。愛を従うことは愛。うっさい、みんな。あー、行きたい大学決まってきたのに先生とか親とかいろいろ言うし。ほんとそれ、友達も気になるしね。あーあー、この竹刀、竹じゃない、え、鉄？いや、銅でできてる、この竹刀。銅の竹刀？銅竹刀！いろんな意見に銅竹刀ってことっすね。銅竹刀、帝京科学大学。